こんにちは。みーちゃん。じゃあ、やっと始動ですね、今シーズン。始動です。そんなグー、汚れた感あったけど。ウイちゃん、やってるやってるやってる。ウイちゃん、その呼ぶから、ってなったけど。やってんのよ、これ絶対使ったろ。テイク2やな、これ。じゃあ、こんにちは。始まりましたね。はい。ついに。始まりました。はい。俺やる。始まりました、言えてない俺やな。幸先悪東真矢部の指導日です。じゃあ今日は、指導の、はい、まあ、ミーティングがあるということと、まあ、明日に練習が、初練習があるんで、まあ、そこに対して、実践をしていきたいなと。はい、まあ、他の選手にも、いろいろインタビューとか、していきたいなと思うんで、今週とも頑張っていくよそう、締めで言うね。まあ、アドバイスで2年目ということで、まあ、最終的にはF2 優勝、F1 っていうところを目指して、そこはちょっとキャプテンと、を中心に、また皆さんと距離を測っていきたいと思います。目標は今週で完勝する。目指すチーム像、常にアグレッシブな戦いを行って、観客を巻き込んで応援されるフットサルクラブ、自分たちのスタイルで自分たちの立場を勝ちにさ、まあ、というわけで、これを取るために、明日はしっかりとしていきましょう。はい、じゃあはい、じゃあお二人とも今シーズンもよろしくお願いします。お願いします。どうですか、シーズン始まりましたけど、意気込みのほど、かんちゃんから。いやー、そうですね、やっと始まったなと思って。今年も僕が大学一番長いですし、より太ったなと思ってます。大成くん、しっかりそのオフの間も動いてたんで、気にしないようにいいスタートできるように頑張りますね。お疲れっす。お疲れです。どうですか、今シーズン始まりましたけど。はい。まあ、1年間、しっかり、覚悟を持って、やり抜こうと思ってるんで。あきくんは、去年何シーズン、何得点？去年は、まあ、疑惑の1点を含めると、4、5、選手権含めて1、5。いやね、ピボットして、まあ、あとはもう、ガッツあるプレーでね、あきくんは。これからも、後輩たちをね、引っ張っていけ。行ってください。はい、頑張ります。頼りにしてます。バイセン、はい、ありがとうございます。頑張りましょう。頑張りましょう。バン。お疲れです、ゆうくん。お疲れ様です。最年長ですよ。最年長は副キャプテンぐらいが喋ってません。副キャプテンありましたね。まさか副キャプテンなると思ってなくて、めっちゃ俺じゃないだろうなと思ってたら急になって。頑張ります。はい、F2 の在籍も長いですし。そうなんだ。確かに F2 は多分トータルで言うと8シーズン目ぐらいになるのかなと思うので、まあ本当に頑張って。F2 イズムを推奨していってもらったら。メンバーも入れ替わって、まあだいぶ、まあ、F2 のその在籍年数は多分短い選手も多くなってきてるんで、まあ、しっかりその歴史じゃないけど、なんか言葉というよりは、まあプレーとか態度で伝えられたらいいと思ってます。副キャプテン、僕たち2人でキャプテンを支えるんでね。そうだね。よろしくお願いしますよ。頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。というと、2シーズン目っすよ。2シーズン目だね。そしてもっと点取って一緒に貢献したいですね。そうだね、同期だからね、俺と言うと。そうですね。目標の数字いっちゃいましょうか。じゃあ5ゴール壊し、大事だと思う。はい、必ず達成して F1 昇格に向けて頑張りましょう。よいしょー。リサー、バカリサケガ組どう？ケガ組共にフィジカルやったけど、新シーズン、ケガスタートは厳しいですけど、まあ、そこから上げて、いいね、村上、完全風呂上がりの村上。そこでその工程を上げてもらうと、まずはしっかり覚えて、もうやるときはやってもらう、あそこだけしっかりやってもらう。どんな状況があっても、そこを揺るがずに、全員で。頑張っていきましょう。よいしょ、お疲れでした。ゆうくん、お疲れです。お疲れです。いや、今シーズンも始まりましたよ。始まりましたね。昨シーズン
チームの中で一番得点取ってますので、そうですね、どうですか意気込みを。まあ僕個人的にはちょっと怪我して1周目2周目合流できてないですけど、もうそれ今しっかりやってバンプアップして強い、まあ前より強くなって帰ってきますので応援よろしくお願いします。ゆうやくんが多分今シーズン20点ぐらい取ってくれるんで、いや25、うわ25いきましょう。2人でちょっと頑張りましょう頑張りましょう、頑張ります、応援お願いします。お二人ともお疲れ様です。うん、今季新加入ということで、じゃあ簡単な自己紹介を友の方から。よいてから来ました、和田友です、ゆっくりでいいよ。目標は、LL で F1 に上がって、また F1 の地を踏みしめたいなと思ってます。お願いします。はい、馬刺し大分から来ました、森翔也です。やってます。失点を少なくして、生産性だけに少しでも貢献できるようになるので、よろしくお願いします。ということで、ね、今季はちょっと広島 F ドゥの力になれるように頑張っていきましょう。バモスバモ。ちょっとお疲れです。お疲れ様です。なんか改めて簡単な自己紹介を、はい、大阪成蹊大学から、加入しました、16番の青山翔太です。ポジションは原です。はい、もうこんなテンションです。でも技術が高くて中に熱いもの持ってるんで、ジョータ、はい、頑張りましょう。頑張ります。お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、改めて浜、軽く自己紹介をお願いします。はい、関西一部ジャグランカから来ました、浜田浩二です。ポジションはアラです。自分の特徴は、ゴール前での動きが、自信があるので、この選手なんか点に絡むなっていうところを見てもらえたらなと思います。お願いします。まあ今のこの感じでわかると思うんですけども、すごい気さくで明るくてすごいいいやつなんで、一緒に1年間頑張りましょう。頑張ります。監督お疲れです。どうですか今シーズン始まりましたけど。いや、まずリーズが少ない。やばい、全然声が多分聞こえない。まずい。人数が少なくてちょっと練習メニュー困ってますね。やばいですね。今日も初日でしたけど、フィールド7人っていう超少ないですけど。まあもういる人数で頑張るしかないです。今シーズンは監督を胴上げします。努力したく頑張りましょう。頑張りましょう。まあ、ということで、はい、始まりましたよ今シーズンと。今練習が終えて。はい、まあ、どうですか副キャプテン。まあ、昨シーズンか。人数もメンバーもガラッと変わって。身体性ということで少数精鋭ですけど、はい、まあまあチームのまとまりもあって、ね、これからいいチームになっていくんじゃないかなっていう気がしが見えます。兆し、生徒会の選挙出てる人だな、そうだからな。あ、まあ、学生が難しい言葉使おうとしてる時のやつはちょっと刻んでいきましょう。逆にどうですか。まあ今シーズンもキャプテンをやらせてもらえるっていう中で、まあ、チームの雰囲気的には、まあ、悪いところは今のところないんかなっていうのは、まあ、1日2日の感触ですけど、まあ、個人としてはまだリハビリで、まあ、肩の手術から離脱している中で、みんながまあしっかり求め合って、まあ雰囲気も崩さずこれやろうとしてるっていうのが、まあ、垣間見えてたんで、もともと何があるクラブなんでね、僕たちは。まあそこをどうやって、まあ、宮と優くんが副キャプテンを今シーズンは2枚体制でやってくれるんで、波のこの部分を、谷の部分をね、どんだけ高いところで止めれるかっていうのを、我慢僕たちの役目ではあると思うんで、そこをちょっと率先してやっていきたいなっていうところがありますね。15に18でしたか。おい、キャプテン翼のバルサ B からトップに上がるときの条件わかるか。俺も分からんの。なんで、あの名シーン知らん。翼くんが B から落とされたやつ。分からんか。みたいな感じで、はい、まあ、今シーズンもみんなで楽しみながらチームメイトでやって切磋琢磨して一番勝負していきましょうよ。必ず達成させましょう。じゃあこれからもよろしくね。痛いチャレンジ。